こんにちは。今回は前回にご紹介したハラペーニョポッパーをマフィンにしました。すっごく簡単にできますので試してはいかがでしょうか。ビデオをチェックする前によろしければ高評価、チャンネル登録、めんどくさいかもしれませんがポチッとお願いします。とても励みになります。今回使用する材料です。最初にオーブンを予熱180度に温めておいてください。それでは下準備していきます。ハラペーニョを半分に切り、種を取って細かめの小口切りにしていきます。この時目や鼻は触らないでください。手袋をおすすめします。次にチョリゾーも同様に細かめの小口切りにしておきます。じゃがいもはおろしていきます。次に切ったチョリゾーを軽く炒めておきます。次にウェット材料の下準備をしていきます。ブレンダーに 70g の牛乳、45g のマヨネーズ、卵1つ、75g のクリームチーズを入れてよく攪拌します。攪拌したものをボウルに移します。同ボウルに 160g の小麦粉と小さじ1/2 のベーキングパウダーを入れ混ぜます。おろしたポテトを入れ軽く混ぜます。次に軽く炒めたチョリゾ、ハラペーニョを入れ軽く混ぜます。最後に 60g のチーズを入れよく混ぜます。マフィン型に入れていきます。オーブンで20分焼きます。20分後取り出してラックに移して冷まして出来上がりです。いかがでしょうか。すごく簡単でとても美味しいお食事マフィンです。ご視聴ありがとうございました。さようなら。